て続けになくなっていくという不運に見舞われて、でね、残ったのがこのマロさん、マロさんですよ。マロさんはちょっと走ってもらって、お金稼いでもらって、でちょっと次の繁殖牝馬を探しつつマロさんにもいい馬を産んでもらってやっていくしかないかな。中京なら足りないかな、勝てそうな気がする。直線距離は短いし 1200m だし勝てるんじゃない。いくら入るかな、1500万ぐらい。おお、いいね、いいね、いいね。で、オープンクラスに上がりましたね。でも下がるんじゃないの。イチゴステークスとなると下がってるな、これ違うかな、分かんないな。よいしょ、ダート苦手なんだよな。でも買ってくれたらいいな。並んでる、うわー、後頭並んでいる。抜け出すか、おさんが抜け出すのか。ああ、垂れたけど、まあ、稼いでくれればいいよ。こんだけ、これが目的じゃないんだけど。
G1 勝つことなんだけど、 G1 が遠いんですよね。あれあれどうした、繁殖品馬を飼いたいのでね。1億は欲しい。一番人気、独特徴を知っている馬主として、もう馬券買いたいよ。さあもう万馬券だよ。足りるの分かっているわけだからね。カエルマガイン、うわいい馬ばっかりだな。さよなら、パリティービット、エピクリアン、スノーマラいいな。違う、これをクリアしたら楽な縛りで今度やりましょうかね。ハニーカステラ、ハニーカステラ、ハニーカステラ買えない。4月までやって現役でやってもらって、あとは職業かな。そこでお疲れ様でしただね。まあもう G は勝てないよね、このままでは。まあ5000万で頑張るよ。
着よね、入ってよ、頑張れ。そう、ちょっと抜け、ちょっと4着、3着争いしたこれ前。3着、欲しいですけどね。動画時間考えるとね、そうしないといけないと思うんだ。お金もある程度集まったし大丈夫だと思います。パート2の最後ら辺みたいなことが起きない限り大丈夫でしょう。フラグになりそうだな。頑張って、ね、最後のレースだよ。ああ、垂れた。うん、疲れ様です。食用としても弱いな。スピードは、骨折しちゃったか。まあもうね、十分やってくれましたね。マロさんありがとうね。マロさんのおかげでなんとかなりそうだよ。当面はすぐまたピンチになるかもしれないけど、とりあえずは助かったよ。さて何をつけるか。ナトルしてみるか。距離適正、スタミナつけばいいなっていう意味合いだけで。100万未満でしたよね。190万以下、ちょっと確認しないといけないけど、28が一番最低なんですけど、まあ自分が持ってるデータではですけど、ポテトグラタンっていう繁殖品だと、チーチャーマーク、これが28ですね。なのでちょっとこの縛りはスタミナ不足に陥りやすいと思うので、一番いらないかな。
マネーも違う。一頭欲しいんだけどな。一頭欲しいんですけどね。メリケン、玉竹のマジック、竹のマジック、その前に14歳。いらない。買えない。生まれほとんど男馬しか生まれないんですよね。こダビスタ代を重ねていけばいくほどそうでもないか。とりあえずもう 10% ぐらいになっちゃったりするので、マロさんなんでね、いい幸運でくれると思うんだ。いつかはレイニーバカンス、レイニーバカンス、レイニーバカンス。あ、顔ちょっと11歳だけど顔、thank you。
手前こと行けばいいな。つかないし。何につけますか。何につけましょうか。コクとヘビオスダメ。スタミナがなさすぎるんだよな。するのもいいかもしれないけどな。いやー難しいですね、タビスタの血統っていうの、馬の血統っていうのかな、まあ、これが面白いんですけどね、これが面白いんですけどね、うん、もうこれが一番好きです。本当に一番好きです。あーなんだろうなーって考えてる、この瞬間が一番100万以上。またこの作業になります。救世主マロさんはいて、いいのつくかな、いい値段の馬を。
な、今日は。この録画している日は11月にしては季節外れの冬型の寒気の流れ込みがっていう日らしいです。寒いです。つけれないっていうのは幸いしてお金が減っていないですね。時間だけが流れていく。出るのかこれは。状況何も進んでないぞ。レイニーバカンスも年を取りまして、
16歳になってしまいました。よしよし、3頭目のレイニーの品番です。お願いします。様子見。勝てるかというとちょっと微妙だな。でもまあまあつながれ、なんとも言えないな。まあ可能性はあるか、何かしらの可能性はあるか。首の皮一枚つながっただけというも言えなくもない。時間かかるんだよな。
早熟コメントもない。これはでかいよ。レイさんの方はスタミナコメントはないだろうな。レイさんスタミナお入ってる。マジかマジかマジで。よっしゃスピード入った。1枚つながったよ。1枚どころじゃないわ。結構な首の皮がベローンとつながったな。ベローンって表現がちょっと生々しいな。気持ち悪いな。いや次のパートが楽しみですよ。続けて撮ろうかな。時間なので、そうですね、じゃあ一回ここで区切りましょう。続けていきましょう。なんで移動お願いします。